ハローエブリワン、あなたの地球にシーダちゃんとミラがやってきたよ。皆さんこんばんは。今日はですね、BSE アーティスト養成講座2期の本講座を BSE 限定アカウントの方で、やる予定だったんですけども、もうね、インスピレーションが来るままに動くっていうことだけには今コミットしてるんでね。で、本科講座の方をやろうとしたんですよ、実は。止めがすごい入って、で、本講座の皆さんに投稿しといたんで、それを読んでもらえますか。かなり怪しい。もうちょっと自分で書きながら、大丈夫私ってこう突っ込みました。こんなん書いて大丈夫私って、あ、ちょっとすごい皆さんに評判がいいんで、今日のために別に、あ、5次元って書かれてる。そう、5次元の話出ましてね、もうこの公ではちょっと言いにくいで、全然狙ったわけじゃないんですよ。今日の初日を狙ったわけではないんですけど、自分の感覚に従ってたらこうなってしまったんですね。本講座の BSE アーティスト養成講座2期生の本講座の初日にこの振袖を着るという、このもうお前何歳やねんってね、言いたくなりますけど、でその上になぜホテルを取ったかというと、今ホテルを取ったんですよ。それも全て BSE アーティスト養成講座を気分よくするためです。明日コンサル受講生が初めてコンサルするんですよ。それをどうやったら気分よくできるんかっていうことを考えてたら、あ、ここ泊まろうって言ってもう泊まりました。この着物ちょっと可愛くないですか。こっちはさ、こういう色やねん。色がさこっちはこれすごい可愛いよね。ちょっと回るんで見ててください。回るんで、ちょっとなんかメイクも髪ももうボロボロになってますけどね。で、まあそのくらい BSE アーティスト養成講座に私は感覚を立てて、コミットしてるんですよね。で、そのために今日、いいコンサルをしたい、そして今日の夜いい配信をしたい、初日の配信はめちゃくちゃいい配信をしようと思って、テンション上がる場所とこの和装は、着物はね、そのために来たんじゃないんですよ。お尻プルプルガーズルーズでご飯食べようってなって、単純にお楽しみのためにただ来ただけなんですけど、くしくももうこの初日のためにこう来たような感じになってますね。で、さっき BSE アーティスト養成講座2期生のために、もうこっちで投稿するか、配信するからねって、その限定アカウントでは今日はやりませんよってお知らせを兼ねて投稿を始めたら、ダウンロードがまあ始まりましてですね、いやー、ちょっと私はもう公のアカウントではやっぱりよう言わないです。怪しすぎて。なのでそういう、なんていうかな、もう何にも分からなくても惹かれる人だけ来てください。そして惹かれて、今日の配信の意図はですね、入りたいのにすねで入らない、何種類かいるみたいなんですよ。そこにいるべき人でいない人が、一つはすねで入れないと思ってるの、一つはコンプレックスで無理やと思ってる人で、興味ないわって思ってるけど、実はそこにいるべき、まあ興味ない人はもうあんまり問題ないんですけど、でも入りたくて、まあお金がないとか、いろんなことでちょっと気持ちが引っ張られてる人は、もう入らないっていうことをちょっと決めてほしいんですよね。なんか変な配信です。これは入ってくださいの配信ではないんですよ。ここまで言わんとこうと思ったのに、もうね、本当にこの配信は BSE アーティスト養成講座2期、興味あるのに入ってない人はもう入らないっていうことを決めて、心揺れないでください。っていうのも変だけど、だから今日は徹底的に一期でどういうふうに変わったかとか、質問を受け付けます。だからもう入らなくていいんだっていうふうに腹決めてほしい。未練みたいなのがあるとエネルギーが飛んできちゃうんで、興味があるのに入らないみたいなことを やめるための、やめてもらうための。で、私たちは
行くんで、先に行く、先にっていうか出航するんで船でね、その怪しい世界に。だから不思議な話やろ、なんか来てください配信じゃなくて、もう諦め、お願いです、諦めて、あの執着手放してくださいみたいな、もう 入らないって、もうあの人ら興味ないわ、あの人ら宇宙に飛んでったわって言って、ちょっと興味ない、ちょっと諦めてもらうための配信ですね。で、ただ、その一期でどういうふうに変わったかとか、そういうことはちょっと、あのリクエストをもらって、ここで入ってもらうことになってます。あの特に冠さんっていう方には入ってもらいたいと思ってて、冠さんちょっと来たら教えてもらっていいですか、来ましたって言って、でリクエスト私に送ってくれますかね。で、で今日決めてください。それでもう興味ない人はもう本当にクローズするんで、もう行かないって、乗らないっていうことを決めてください。そうじゃないとね、エネルギーが飛んできてちょっとしんどいんで、もう あいつら興味ないからって、あいつらアホで遊んどるやつやからと思って、興味ない自分のワクワクの道を進んでください。あの何も BS やアーティスト日記だけがワクワクの道じゃないんで、諦めて配信、そう、あのどうぞ来てください配信終わって、とうとうもう諦めてください配信になって、だから諦めてというか、もう興味なかったらもうその感覚を信じたらどうですか、あのこれに乗らなくてもいいっていう。しーちゃん飛ばしてごめんねとかって言ってる。本当にね、もう軽く行きたいんですよね、2期はね。あの本当に軽くスパンスパンスパンってあの行く段階になってきてるんで、でも今重いから入らないとかっていうのもやめてほしいな。今重いとか関係ないんでね。で、まあさっきあの2期の方には投稿したんですけど、相当ちょっと怪しい投稿をしましたよね。で、ああいうことがもうちょっとこの公の配信でも言えるようになったらいいかなと思ったんですけど、いやそれは別に私言いたくないんで、もうあのもうちょっと本当にオタクの意識のオタクの人たち、それも怪しいところがこう結構好きな人たちだけで、まあなんていうかな、ワイワイ楽しめたらいいかなと思っています。2期に入ったと決めたら今200倍の金額になって帰ってきた。え、すごいじゃないですか。いやでもね、そういうことも当たり前に起きますね。なぜならさっきも投稿したみたいに、もう時空間が変わるんで、今日の配信は時間は決まってないです。あのちょっと今日コミットメントして、入る人と入らない人の意識をカチッと決めるっていう感じがしてるんで、私の中の感覚で、あの今っていう時間に何回かこの配信をしようと思います。一気ギリギリで入ったけど、入ってよかったと心底思いました。悩みが軽くなりました。もう絶対軽くなるよね。私もドーンと入ってきました。え、ナムカさんもお金入ってきたの。いやすごいやん、やっぱりゾロバダブッダコースよねこれね。いや本当にゾロバダブッダコースだから、2期決めてから軽さやばすぎです。今、2種類の人がことが起こってます。軽さの方にスパンといった人と、あの結構ネガティブな出来事がズドって来てる人がいると思うんですよ。一気の感想を軽くシェアしたい。もうぜひ、ちょっと待ってね、カモリさんっていう人が、カモリさん来たら、ちょっと、カモリさん、あの私のオレンジ送ってくれた人なんですけど、すごいなんかお手紙がすごい良かったんで、出てもらいたいんですよね。カモリさんの後に皆さん入ってもらいたいんで、2期入ったからかわからないけど、意識が今までないくらいもう変わってますよ。秋かハッピーさん、ちょっとリクエスト送ってもらっていいですか。あの参加リクエストを私にカメラのと、あ送ったのか。秋がさん来てください。あ、こんにちは。こんにちは。カモリさん、あの、オレンジをありがとうございました。あ、いえ、なんかもうお礼を伝えたくって、自分の家でちょっと収穫してるので無農薬だし、ちょっといろ夏にお世話になった方々に、いろんな方に送らせていただいたんですよ。
もうすごい落ち込んでてですね、娘が不登校になって。その時に、しーちゃんにすごいもう励まされて、なんか、やっとこの世に戻ってこれたっていうか。それは一期の配信でですか？一期の配信の前に、超感覚メソッド1っていうのがあって、それに申し込んだんですよ。それが、ズームの、1ヶ月後のズームのサポートの日だったんですよ。ギリギリだったんですよ。だからもう多分間に合ってないなって思ったんだけど、事務局の方からお電話いただいて、ギリギリ、もう本当に1時間前とかに入れていただいたんですよ。それで、その時にちょっと勇気を出して、最後の最後にしーちゃんに質問したんですよ。不登校で悩んでる。したら、自分もそういう体験があるからすごくわかるっておっしゃっていただいて、だけど、その罪悪感っていうのは、この人間の生まれて最高のエクスタシーやからなって笑ったんですよ。ああってなんかこう自分の中で気づいたっていうか、なんかもうその時になんか目が覚めたっていうか、あ、これは自分でもしかして体験したくてやってるのかなみたいに、なんかそこでちょっと元気になったんですよ。だけどしーちゃんから、今はそんなに元気になってるけどまた落ちるよみたいなこと言われて、そうなのかなって思ったら、やっぱこう落ちるんですよ、その後。波なんですよね。波なんなんです。か、それで、しーちゃんが今度なんかその BSD をやりたいっていう話をした時に、あ、私これ入るって思って、本校生で申し込もうって思ったんですよ、その時。だけど実際しーちゃんがこう募集をかけた時は、なんかこう怖いっていうか、なんか私じゃない気がするって、そのなんか先駆者になる人たちを育てるみたいなことを言われて、ああ、そんな私先駆者じゃないし、あ、私が入るところじゃないっていうか、その本校生は私は違うと思って、オンライン生、聴講生に申し込んだんですよ。で、申し込ませていただいて、しーちゃんがその直感チャレンジってよく言われるじゃないですか。それで、もうなんか私、このライブ配信で喋るっていうことがもう死ぬほど嫌で やってなくて、その人前に出るっていうことがなんか死ぬほど嫌なんですよ。やりたくないんですよ。だから、そのもう、まずその喋ることも嫌なんだけど、でもなんかお風呂に入ってたら、そのお金の話をしなさいっていう声がずっと聞こえてきてて、聞いてますからね。ちょっと暖房上げてくるんで、喋ってください。で、喋っててください。お金の話をしなさいって言われた日は、もうその怖くて、なんだろう、もう細胞が震えて寝れなかったんですよ、一晩。寝ないことってないんですけど、もうとにかく怖くて怖くて震えて、なんかもうそのお金の話はしたくないって思って、だけどその実際その宇宙理論を知ってるがゆえに悩んで苦しんでる人の相談を受けることが多くてですね、実際に。だからそれはやっぱり話した方がいいっていう自分のこう頭の声がずっと響いて、だけどその顔出しして話すのが怖いから、真っ黒の画面で話したんですよ、最初は。そこからなんか少しずつ話すことに対してのこう、なんだろう、恐怖心がなくなってきて、次はお金のセミナー やりなさいみたいな、お金のセミナーやりたいみたいになって、でちょっとお友達に協力してもらってお金のセミナーを開いたんですよ。でお金のセミナーを開いたら、もうその第一チャクラと第二チャクラの女性性の部分とこれはつながってるから、エネルギーを回す核の部分だから、もうそこに触れないわけにはいかなくって。結局最終的にそのお金のセミナーの最終着地点は女性性快感のところに行き着いたんですよ。
そしたら今度2月に女性政界化のセミナーをすることになって、その人前で話すっていうのがものすごく怖くてできなかった私が、なんかもう今女性性のその話をみんなの前でしてるっていうのが、なんかもうちょっと自分が自分じゃないみたいで、なんかもうパートの収入ですごいこうなんか平和に暮らしてたんだけど、気づいたらなんかもう何倍にもなってて、ただこう自分が好きなことを発信し続けて、そのしああいう恐怖、怖いものにチャレンジするっていうことをただただやってたんですよ。好きなことを 満たして、そ楽の2し期に、あ、1期に入ってから。い。あ、そうです、そうです。BSD 一期に入って。BS で1期に入って、直感チャレンジをしろって私そうがで言っす、たそうから、です。アップルのもう、配信から始めて、次からそう。次にやっていったってことよ。そうなんです。一個ずつその怖いっていうのをただただなんかしーちゃんがとにかく怖いことをやりなさいって言うから、もう素直に受け止めて 怖いことはする方がいいのかなみたいに 本当に怖ただただもう本当にもう本当に吐きながらセミナーもしたんですよ。もうお金のセミナーも朝までもう本当に話す直前までおえおえ吐きながら やってて。なんかでもなんかこれは多分また違う世界が見えるのかなと思って、怖さと戦いながらずっと今もだから本当にもう怖い、しーちゃんの事務局から連絡が何日か前にあったんですよ。あの時も「ええー!」と思って、なんか怖いと思って。だけどなんか怖いってことは受けろってことかなと思って受けさせてもらって、でその日ちょっとキャンセルになりましたって言われて、すごい安心したんですよ。 あ、よかった、私じゃない人が選ばれた、よかったと思って、その日はちょっとゆっくり一緒に過ごしたい人がいたから、あ、よかったと思って。そしたらさっき寝てたんですよ、私。さっき決めたんですよ、私。え？このね、ことをね、やるのさっき来たんですよ、直感が。もうやらないで、本講座を始めるはずだったんですよ、3月1日から、限定アカウントの方で。でもそっちやろうとしたら、止めが入って、今日はこっちをやれって。で、その理由が、さっきも言ったみたいに、まだ迷ってる人たちの数がすっごい多くて、そのエネルギーを受けると軽く飛べないんで、もう入らない人には、もう入らないって決めてもらった方が、うちらの意識が軽くいけるから、みたいなのが来たんで。はい、だからもうそ決めて、もちろん入ってほしいけど、これ、集合意識を動かす運動なんで、もう自分で自分につながって、本当に、自分、だからさ、もうごめんなさい、冠さんって読まへんのよね、冠さん。珍しいから、もういろいろ間違われてるので、はい、大丈夫冠です。さんですか、かも。はい。冠さんも結局、自分じゃ、怖いからやってったら、自分じゃない自分がやってるみたいってことが起こってるやん。そうなんですよ。なんか自分じゃない。でしょ？だ自から分さ、じゃないんです。この自分だったらこんなこと絶対やってないよってことが起こってるやろ。もう絶対、もう半年前とか、そんなもう、まずこういうことがありえないじゃないですか。しーちゃんと話すっていうことがまずありえないじゃないですか。で、半年前は普通に小学校で働いてたんですよ。相談員として。不登校の子供たちを対応する。もう本当に真面目な感じで働いてて、だけどずっとあなたの働く場所ここじゃないでしょっていう声2年ぐらいずっとしてたんだけど、もう無視してたんですよ。いや私これやりがいがあるからと思って、私の転職だと思ってパートでなんか安定してるっていうか、旦那さんの扶養内でぬくぬくとこうね、全部自分のお小遣いとしてなんか過ごせるのが一番の幸せだって思う、自分に結構言い聞かせてたっていうか、だけどその娘が
その辞めさせてくれたっていうか、もっとお母さん自由になっていいよみたいなことを言うんですよ。なんか口あの言葉で。で本当に辞めたらもう本当になんか自由で、もう時間に限られた生き方がもうできない、その8時3時とかの勤務がもうできなくなってしまった自分の中で、もう、時間の感覚とかも、それで結局なんか我に返るとようあんなことできるなって感じじゃない？そうなんですよ。私もそうなんですよ。もう私もあの、まあ、この配信はまだマシになってきたけど、まだだいぶ、ま、慣れてきたけど、さっきの BSD2 期の投稿みたいな、あんな、あ、読みました？あの文章。まだ読んでないですかね。あの相当怪しい文章を書いてあげてるんですよ。うん、あんなん書いてね、我に返ったら大丈夫かな、私って思うんですよ。だけどね、あのそういうことが起こってくるんですよ、皆さん。あの自分とつながって生きてくると、このなんかエゴの自我の自分じゃない自分を生き始めるんですよね。そう、だから人格変わるよぐらい。そう、そう、だから子供から大丈夫ってよく言われます。時間の概念がちょっとおかしくなってきてて、生活リズムがおかしくなってきてて、自分の中で。なんかもう戻れないんですよ。もう多分普通の社会に戻れないんです。いろんな意味で。なんか、だけどそれをしてる時はもう全然わからなかったんですよ。普通にこれが自分の人生だと思って、その学校に行って帰ってきてみたいな、もうルーティンが決まってたから、それがもうなんか幸せって思ってたんですよ。本当に満たされてたから。だけど、辞めざるを得ないっていうか、そういう状況になって辞めて、そしたらなんか次から次にこうやりたいことが出てきて、怖さと同時に。だから、でもそれを一つずつやっぱりやられたってことですよね。そう、そうです。もう本当にあの、まずはこういう発信をするっていうことがまず怖かったから、話すっていうこと。もう怖かったし、顔出しする。でも、うん、あの怖いけどやった後の満足感はすごくないですか？あ、なんかもうそのお金のセミナーをしたと、その日はもうなんかもう達成感みたいな、楽しかったっていう、あんなに吐き気がしてたのに、ああもう話すこと全部話したっていうか、そのまだ女性性の部分が話せてないから、多分そこがもやってしたんだと思うんだけど、お金のことに関しては全部話せたって思って、なんかもうすごい明るくなったんですよ、世界が。そしたらなんか急にフォロワーさんがなんかこの2ヶ月で70人ぐらい増えてて、気づいたらあーと思ってびっくりして、まだ1年ちょっと2年ぐらいなんです、インスタあのこうHTL に入らせていただいて、その時にインスタアカウント作って、本当に2人とかのフォロワーから始まって、もうなんか今すごい皆さんが興味を持ってくださってるのだなと思って、この2ヶ月間で自分がこう発信したことにだこう響いてくださる方がいるんだなと思って、私あの BSD アーティストを おすすめするのは、あのチャレンジするのにすごく軽くないですか？あの、あ、一人でやるよりもこの BSD の一気のこの地盤の上でやると、そうなんですよ。 BSD の、 あのアホクラブって作ってくださってるじゃないですか。 BSD の方手が入れる、はいはい、あのアホクラブ、あそこの場所とかすごいなんか、なんかこういろんな面白いことしてる人たちとかいらっしゃるじゃないですか。ああいうのもすごいなんか勇気をもらえるし、しーちゃんのあのそう BSD のクローズのコミュニティでいろんなこうコメントで遊べるじゃないですか。みんなアホやもんな。だいぶ私もあの本当にだいぶアホで、そのなんか100万円の
あれも申し込みたかったんですよ。申し込んで当たって、私がしーちゃんみたいに私につながってる、そのペイペイでつながってる人たちに全部送るっていう妄想して遊んでたんですよ。だから、うん、その募集があった時に申し込もうって思ったのに、わからないんですよ、やり方が。リブログって書いてあって、リブログ、うん、って書いてあって、そのリブログの仕方を一生懸命探したんだけど、わからなくって。で、その最終日に、いや、リブログじゃなくても、ただただこう投稿してくれたらいいんだよっていう、アホ配信を聞いて、やっとわかったんですよ。なんかこう、あ、それでよかったんだみたいな。だいぶ天然なんです。ついていけないんですよ、普通のレベルにの思考が。すごく働いてる方の、なんかこう何でもできちゃう人にすごいそうついなんてないんです。だからや。いや、もうね、居もう心地ますますみんなアホになっていってるんよ。本当に。すごい居心地がいいんですよ、コメントするにも。なんか私と似てる人がいるってい うか。そう、だからさ、アホしかおらんから。で、結局、なんか賢いとチャレンジってできないけど、なんかみんなアホやし、アホがなんかワイワイ笑ってやってるから、失敗してもネタになって笑えるからみたいなノリで、怖いけど、まあネタにしたらいいかみたいな感じで、なんか軽やかに挑戦できる磁場になってるよね、そう BSD なんでね。すよ。なんかすごい、もう BSD っていう居場所が私にはすごいなんか大事、なんかお守りじゃないけど、すごいなんか居心地がいいんですよ。なんかゼロ地場みたいな感覚、自分の中で。だから、もう申し込みさせていただいたんですよ。こう先行くしーちゃんの後ろ姿を見たいっていうか、しーちゃんの発信がすごい楽しみなんですよ。かわいいじゃないですか。ワンピースとか。あれ、スクショして遊んでるんですよ。りがとう。かわいいと思って、私もこうなりたいし、これ着たいと思って、すごいね、お似合いの、あれ着たいなと思って、すごい自分にこう重ねて遊んでるんで。なるほど。いやー、その結局 BSE 一期でいろんなことを挑戦されて、今本当に変わってきたっていうか、人生が変わってきたっていうことですよね。そうで、でそす。れも全然違う。ね、それでお手紙をいただいて、あ、もう本当に良かったなって思ってね。ああ、でももう、お礼が。今話聞いて改めて思ったのが、こう自分じゃない自分になってきたっていうのがね、すごい私も分かって、ふと我に返るとね、この私が、今の私は本当なんだけど、半年前の私からしたらもう人格変わってるんですよね、私。そのくらいもう変化してるんですよね。で、そういうことが多分2期はもっと皆さんに起きるんですよね。すごい、わかり、変わった気からが。カムリさんに多分私インタビューしたいと思ったんですね。なんか何かわからないけど、オレンジくれて、手紙がすごい感動したから、その人に話聞きたいって思ったんだけど、それは理由はわからなかったんですけど、今話を聞いて、わかりました。みんなに伝えたいことがここにあって、このなんていうのか、今の私では無理だと思ってることすっごい多いと思うんだけど、今だって私、半年前の私がもうみんなの前でハローエブリワン絶対無理やから。今もう平気でエンジョイ言っとるけど、無理やから。でも今はもうそこのキャラクターにはなれたんですよ。だけど、ふって気がつくと、いやもうね、さっき2期の投稿そんな大したことなかったですけど、私には普通でしたみたいなコメントあったけど、私にはあれが怖いんよ、やっぱり。その5次元がどうのこうのみたいなことをなんか書くのがもう超嫌なわけよ。だけどさ、もう来てしまうから、それはやっぱり私のものじゃなくて皆さんの情報なんよね。2期を受ける自分につながっていくっていう人のための情報だから、私が止めてはいけないんで、その私が表現するのが怖いからやめるっていう選択はしてはいけないっていう私は思ってるんで。
あとはあなたがその選択を情報を使うかどうかはそれを受け取る人の、意思で別に信じる必要は全然ないし、信じないってまあ頑なになる必要もないし、ただ私はその来た情報を皆さんにお伝えするっていう、それはちゃんとやっていこうと思ってるんですよね。いやだからいやもう本当カムリさん、これ2期終わったらまたすごいことになるんで、この3ヶ月で。ちょっとそのままちょっと言ってくださいね。怖い。もう本当になんか、自分が自分じゃないんですよ、本当に。もう半年前の自分じゃないし。ね、意識だけでこんなに変わるんだなっていう。これからもっとバチッといきますんでね。バチッと。楽しみ。よろしくお願いします。こちらこそ。なんか皆さんに今、入ってくれてる人はもう決めてる方々なんですけど、BSE の2期に、まあ、入らないで迷ってる方がかなりの数いらっしゃるっていう感覚が来るんだけど、そういう人に何か言いたいことがあったら、まあ、そういう方じゃなくても、今言いたいことがあったら何か。なんかその迷いは何がそう迷わせてるのかなっていうのがすごく。拡大するのが怖くて申し込まない現実を自分で作ってるのか、お金のブロックがあってそのお金に換算できないぐらいの、その何だろう、豊かなエネルギーが入ってくるじゃないですか。だからお金でもしブロックがかかってるんだとしたら、それは自分で理由をつけてるように。いやそうなんですよ。本当にそうなんですよ。だけど、なんかね、私、だからよく言ってくださいましたって感じなんですよ。なんか私がそこをね、言うのにね、なんかやっぱ躊躇があるのはね、なんか私の講座じゃないですか。だから、そこを言うと、なんていうかな、入りたい、入れたいがためにそこ言ってるのねって思われるんじゃないかっていう、私のエゴキーマンが。なるほど、なるほど。でもこれは私のブロックなんですよ。私のブロックで。で、だけど私の中の核心としては、もう豊かさのエネルギーがもう洪水のように入ってくるんで、3ヶ月で。そうですだからもうぜひお金のブロックのある人ほど来てほしいけど、ただ、でも決めてない限り、それはもうご自分で決めるしかないことなんで。で、多分決めてなかったら入ったとしても弾かれると思うんですよね、そのエネルギーが、豊かさのエネルギーがバーってきたときに、でも決め、もう自分がさ、本当に豊かになるっていうことを決めるっていうことを決めてないと、それはもう、その人が作ってる現実なんで、だからさ、ここまで私はやっぱり自分一人だとよう言わんかったのを、カムリさんがなんか言わせてくれたから、すごい嬉しい。いや、もう本当になんか入って全然お値段以上っていうか安すぎる。私オンライン生だから特にそう感じるんだと思うんですけど、もう全然、もう本当にもっと払いたいぐらい。ありがとうございます。というのは、私もこんなことまでちょっと言いたくないというか言えなかったんだけど、今日プリプリガールズの人に言ってたんが、いや本当に BSE アーティストの特にオンライン生、まあ、コンサル生もそうなんだけど、正直私にとっては社会貢献なよって言って、社会貢献っていうのはどういうことかっていうと、本当にその人が自分の好きなもの、好きな人、好きなことに囲まれた人生を作れるのに、だから作れるんだよっていうことを本当にこう丁寧に伝えているので、それでこの値段っていうのは私の中では本当にこう多くの人に受け取ってもらいたいって気持ちがあるからの値段設定なんですよね。だからでもなんかみんなお金がないからってよう言ってこられるんで。これはでも私の問題なんかなっていうのはちょっと最近感じました。私は自分が貧乏だったからお金がない人を助けたいっていうのがすごいあるんですよね。でも私が助けたいっていうのはおこがましいなって思ってきて、だってその人を生み出せるのに、だから私はなんか生み出せるっていうところ、誰だってお金を生み出せるのに、なんか助けてあげなきゃみたいになっちゃうから、これは私の問題やなって最近気が付き始めてたんですよね。
安いと私は思ってますけど、値段で、値段では決めてほしくないかなっていう、お金以上のものがこう入って、なんか豊かさのそのなんか楽しいエネルギー、喜びのエネルギー、一緒にこうみんなでこう盛り上がれるエネルギーってお金にはやっぱ変えられないし、そのエネルギーがお金としての現実のエネルギーはお金として、そのエネルギーが現実として起こるから、そこを止めてたらいつまでも結局同じ現実、そのワクワクするものにやっぱこうお金をこうワクワクするものにこう使ってほしい、本当にワクワクするものに、なんかこう自分の心に聞いて自分がときめくものにお金をこう使っていったら間違いは起きないっていうか、そのショートしないっていうか、必ずその自分がああって思ってるものは何かやっぱりこうソースが訴えてきてるわけで、やっぱそこを止めちゃうとこう循環しないっていうか、せっかくこうもしこうね気になられてる方がいるんだったらチャレンジしてほしいなっては思いますけど、そこはもうご自身で決めていただきたいと思いますけど、私はもうそれ以上のものを受け取らせていただいたのでありがとうございます。そうなんです、受け取ってくださってる方は一気で本当にもう人生が何も変わってて、本当にすごいことになってるから、ただそこをなんか受け取ってるか、もう言った通りのことやってくれてるかやってないかだけなんですよね。本当にさ、パムリさん言った通りのことを一つずつやってくださったじゃないですか。はい、もう、じいちゃんがずっと配信で毎日こう言われることを素直に 受け止めて、あ、なるほど、あ、なるほどと思って。それで皆さん、カムリさんがこう自分の中から声が聞こえたっていうから、特別な人だと思われるかもしれないんですけど、皆さん自分自身とのパイプ、ソースとのつながりを取り戻してくると普通に聞こえますからね。もうみんな普通に自分の中と会話できますからね。なんかめっちゃいい PR スピーカーさんって言われてる。いや、本当にさ、もうそう思うよね。私もさ、私がなんか自分が主催者やから言いにくいこととか、ここまで言えないわみたいなことを全部、カモリさんが代弁してくれたから。そうなんですね。なんか私日頃いつもこういう会話ばっかりやってるんですよ、友達と。そう本当なんにで自すね。分のワクワクするものにお金を使っていったら、絶対こう回ってくる。なんか誰かの意見を入れて行動しちゃうと違う現実が起きるよみたいなこと。なんだろう。BSD のお友達はやっぱりこう気が合うというか、安心できると、そこにも投稿させていただいたんですよ、私がセミナーをしますって。そしたら BSD の方から申し込んでいただいて、なんかやっぱその安心感があります。そうですよね。だからやっぱ私はその BSG の中で経済も回っていけるといいなってすごく思ってて、まあもちろんそうじゃない BS 以外の人の、お客さんも皆さんの中で作っていってほしいけど、最初その何でも例えば絵を描いて売るとかっていうのも、外の世界にいきなり行くよりも BSG のその同じ感覚の人の中で、どんな下手な絵を売ってても BSG は絶対ディスったりしないから、それでそこに出したことに対しての何かフィードバックがあると思うし、なんかそういう形でこうなんかね、この安心安全、すべてが遊びだっていう宇宙的なエネルギーの上で、だからこそできるチャレンジがあると思ってて、でその先に何て言うかな、もっと今は難しいと思ってるチャレンジもできるようになるみたいな感覚がね、あるね。なんかみんなさ、めっちゃ勧めとってくれとるやん、すごい。 みんなどう、一気の人ですかこれ、皆さんすごい、絶対入った方がいいよみたいな。なんか 入らないで、会心でもこれ入りたくないの意味、自分の中でいつまで群れてんねんっていうエゴキンマが出てくる。
これに関しては蒸れてるって感じじゃないですよね。あ、私はもうそんなにこういろんなのに出てないので、蒸れてる感覚はないですね。ないそですれよね。がここに楽しいことをそれぞれがやってる感じ。って感じですよね。そうなんですよ。だから、蒸れてるわけじゃないんですよね、BSD の仲間って。なんか、蒸れっていうよりも、なんか一人ずつが楽しいことをやってて、ワイワイやってるときに、なんか、それの共鳴共振が起きてるっていう感じだから、群れなんがか、私苦手なので私もなんですよ。私集団も蒸れ、学校とかが本当に嫌いだったんですよ。みんなと同じ行動するとか、女の子同士でトイレに行くとかっていうのが、もうとにかくダメな人だったんですよ。だから、私もです。群れるのはもう無理ですよね。群れるの無理ですもんね。いや、だから、無理です。群れるのは無理な人たちの、なんか一人ずつがこう、なんか自分の好きなことを、なんか勝手にやってて、それが、なんか響き合ってるっていう感じだから、群れじゃないんですよね。あ、そう、ぼっちの集まり、確かに。ああ、そんな気がします。一人が好きな人が多いんじゃないかなって。そうですよね。そう思います。いやー、本当、カムリさん、ありがとうございました。突あ、然お呼びなんか、ありがとうございました。もう、お礼が言えてよかったです。武藤さんにも、夏の 超感覚メソッドの時のお礼がずっとしたかったんですよ。そあ、れそうで、なんですね。はい、もう、このタイミングで送りたいと思って、もう本当にただただ自分の今の状況をお礼として伝えたかったことを書いたんですよ。そしたら、まさかメッセージいただけて、わーと思って、もうそれだけですごいもうなんかドキドキして 喜んでたら、まさかこんなことに ありがとうございます。こちらこそ、まあなんかその変化を見せていただいたことが本当に嬉しいです。いや、もうなんかこうやってしーちゃんと話せたから、もう満足。いや、私はもうなんか、やっぱりね、私一人だと、やっぱりなんか私のエゴキンマンがうるさくて伝えられてないことがあって、さっきも言ったみたいに、その、お金のブロックどうしてあげたらいいんやろうみたいな、そこ超えてくれたらもう本当に終わるのにって思うんだけど、でも、ね、みたいなエゴキンマンが私もあったから、なんかそういういろんなところを、カムリさんが今日の配信でいろいろこう網羅してくれたから、もうカムリさんにインタビューしようっていう私の直感はやっぱりすごいですね。ありがとうございました。すごい嬉しいです。りがとうございました。また2期でましもなんかた。コメントで、あと2期に関しては、オンライン受講生も時々こうやってインタビューしたりとか、あとコンサルも、まあ、ピックして、あと質問もね、前は質問には答えてなかったんですけど、質問にも答えていこうかなと思ってるんで、やっぱりこれはフラワーライフオブライフの作戦の一環で、一人一人が花を咲かせる、その人の、そして今回は実まで食べれるっていう、その豊かさの実まで食べれるっていうプロジェクトなので、なんかこれ何、アホポッチとか言う、フィボナッチじゃなくてアホポッチになって、めっちゃ。アホぼっちの集まり、確かに。そうなんですよ。前田塾は、ひびょうなっちやけど、ここはアホぼっちの集まりです。さっき、誰かいいこと書いてたが言いたいんで、あ、群れとか友達作ろうとか、浮かないようにしようとかを考えなくなったら、勝手に友達ができた。そうですよね。やっぱり外に意識がいってるだけなんよね、そのね。群れがどうのこうのっていうのってね、もうだから自分の方にガツッとつながると、外側本当関係なくなって、内側の中でつながることで人とつながっていくっていう感覚なんですよね。だからそう、群れがどうのこうのっていうのは、やっぱり意識がこう外に行ってるんかなっていうふうに、で、意識が外に向いてるのは全然悪いことではないんですよ。悪いことではないんだけど、やっぱりちょっと本当に自分とつながってみて、もう一回考えて感じてみてほしいっていうふうな感じですね。アホぼっちが羅列している。
カムリさん、じゃあもう本当ありがとうございましありがた。とうございました。また2期また、はい、よろしくお願いします。失礼します。ちょっと私今ソーセージ取ってくるんで、このままみんなのコメントで遊んどいてください。カムリさん、本当ありがとうございました。ありがとうございます。ソーセージ持って、なんかどうやって、多分右上かなんかにバッテンないですか？あ、おらんくなった。いや、私はね、もうね、エネルギーが切れてくるとね、難しいんでね。皆さんご存知だと思いますけど、いつもソーセージ食べながら、配信してます。いやー、素晴らしかったね、カムリさんね。もう、カムリさんをピックした私はやっぱ天才やわ。で、もう一人ぐらい、ちょっと、一気のからの変化を聞こうかな。もしくは、ちょっとその前に、今日のさ、質問があったんですよね。奥さんになるにはどうしたらいいですかっていう。んで、その時にうまい答えが来なかったんだけど、私の中ではもう毎日言ってるかなっていう返事だったんですよ。その方法毎日言ってるかなって。ブランドバッグにはソーセージあたり。ブランドバッグにソーセージが入ってます。シャネルのバッグにソーセージ入ってます。で、奥女っていうことを特別なことに捉えすぎてますね。そうじゃないよね。奥女はただの結果であって、やってることはコツコツ自分を生きてるだけない。だから、なんであなたが奥女になれないかというと、奥女というものを特別だと思ってるからです。その時に奥女っていう外向き意識が働くから、もう奥女も月に10万稼ぐのも一緒なんですよ。ただの現象なんですよね。でも、どういうふうに豊かさを受け取るかというと、もう本当に自分とつながっていく。アサシーちゃん、やんわり切れてた、切れてた。バレた。やんわり切れてましたよね。もう毎日言ってるがな、みたいな。そのことを毎日言ってるがな、みたいな。わ かります。結果にこだわるのではなく、その瞬間瞬間に生きる。そう。それをやってたら、結果、奥女になってるだけなんですよね。時間がなくても参加ができますか？あ、時間なくても参加できますよ。全部保存されてるんで。で、そうだ。これ大事なことなんですけど、BS アーティスト2期に申し込まれて、また承認されてない方、待っててくださいね。承認が間に合ってない人が数人とかいるかもしれないんで。で、あまりにも承認されないようだったら、ちょっと早めに連絡くださいね。アカウント知らせてない人とか、承認のリクエストが来てない人とかもいるんで。で、たとえ遅れたとしても、今日の配信は、限定アカウントじゃなくて、こっちでやってるから、向こうで保存されてるものはないんですけど、次回いつやるかわからないけど、こういう配信、講義のね、オンライン講義を。それは全部保存されてって、2期に申し込まれた方は、後からでも何回でも見えるんでね。アーカイブでね。見て。奥女って遠い先のことのように思えてます。いや、もう全然違うんですよ。なんか意識が変わるだけなんですよ。本当に。保存はね、いつまでも見れます。インスタがなくならない限り。というか、ある時も BS に必要なくなるなと思ったら、アカウント自体を、削除することはあると思うんですけど、でも、それはもう本当にすごい先の話。3年とか。3年くらいはあると思うね。ハッピーさんのこと知らないし、何をするかわからないけど、ピンときてポチッとしました。
一気も言ってません。あ、ハッピーとは関係ないです。あのハッピーと関係なくはないよ。私はあのハッピーからすごい影響を受けてるし、特にビジネスの分に関しては前田塾ですごいこう意識の変革があるから関係なくはないんですけど、ハッピーとハッピーとはあのハッピーのことを知らなくてもこっちに来てくれて全然大丈夫です。そして一気に入ってなくても大丈夫です。一気の配信も全部復習で見えるようにはしてますけど、一気を受けてなくても大丈夫です。エネルギーでやるんでね、もう全てエネルギーなんですよ。一気の配信でん、おすすめベスト5が知りたい。スケジュールはどこに載ってますか？水曜日と日曜日クラスです。それはコンサルのスケジュールなんですよ。オンラインの講義のスケジュールはもう不定期です。私が思いついた時にいきなりゲリラでやります。だからオンラインであの受けれるかどうかはその人次第です。でもオンラインで、じゃあオンタイムで受けなくてもアーカイブでも十分あの、受け取れるように設定されてるので、私はしーちゃんしか知らなかった。まあ、既得な方や。ありがとう。講座に対しての質問でもいいし、他の内容でもいいんですけど、とにかく難しく考えるのやめて直感で受ける受けない決めるの、それは本当にそうなんですよ。今回はあの各曜日第1回目の講義がやばい。あ、よかった。私さ、何がおすすめ5つ言われてくれって言われてもさ、あのちょっとさ難しいよね。でも結構1回目各曜日1回目の講義がやばい。そうね、最初の頃ちょっと見てもらうといいかもしれないね。すぐ最初の回と最後のコンサルを見てもらうと人が別人になってるんで、コンサル生のね。で毎回そのすごい角度のことが起きてたから、ちょっとびっくりする変化だったよね、みんなね。でその水曜、今回は水曜日と日曜日クラス、コンサル生はね。でそれ以外にオンラインはあの結構やろうと思ってます。オンラインの講義はあの私の気づきが起こった時はもう自分の何て言うの、こう脅し込みのためにも配信しようと思ってるんで、コンサル配信は流れ玉がすごいです。そうよね、明日は10時からコンサルですよね。そうです、明日10時までコンサルするために私はこの部屋を借りました。いいコンサルするために。確かに1回目がびっくりすることがたくさんあった。そうかもしれないですね。もう角度がね、あの地球の角度じゃなかったから宇宙の角度で入ったからみんなびっくりしたよね。で明日のコンサルに承認が間に合わない場合も全然心配しないでくださいね。あのもう本当これは怪しいんですけど、2期受けるって決めた時点でもうあのエネルギーでつながって起こり始めてるんで、あ、それでこれ大事なんですけど、2期のアカウントはアーカイブ残ります。あのさっきの話の続きなんですけど、2期に申し込んだ途端ものすごい軽くなった人と、ちょっとも問題を起こしてる人があの出てると思うんですけど、それ本当に長い歴史あなたが作ってきた思い込みで、もう外れるために起こってるんですよ。そうじゃないとこの人生の豊かさを受け取れないから、そこがあなたの要だから、自分のキャラクターさえ作っている制限、この地球の枠の中での思い込みを外すために今起こってるんですね。もう次の段階行くって決めたから。だからもう全然心配しないでください。どんなに悲惨な現実が起きていてもあなたが作っているから、あなたが作り直せます。最初本当にアーティスト養成講座だと思ったので、もし生かしたら私と同じようにか、アーティストを育てる講座じゃないですから、自分自身とつながって、だからでもそれがアーティストやと思うね私。
あの自分自身の人生を自分でクリエイトしていく、自分の人生そのものがアートであるっていう、そのあれですかね、オンライン生を申し込んでから意識の変化が半端ないです私も同じくアーティストと思ってましたねまあでもあの届く人には届くと思うんでね、どんなに誤解があろうと、あのもう目を覚ますっていう、特にこのフラワーオブライフ作戦、フラワー作戦にやるって決めてる人のところには必ず届くって思ってるんで、でも別に BSA アーティストだけがフラワー作戦ではないからね。自分の感覚に敏感になるにはどうしたらいいでしょうか。ささやかなことも逃さないっていうか、自分の感覚をまず信じるってことですね。自分がこうやったら体が楽になるとか、これが好きとか、これが嫌いとか、それを 人の定義に合わせないで、自分の感覚をまず信じるってことですね。ちょっと、もう一人くらいちょっとあれかな、待ってに、さつきさんとえみしさんっていう人が、あれ、さつきさんちょっと喋ってもらおうかな。さつきさん承認したんで、もしよかったら喋ってもらっていいですか。わ、こんにちは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。お願いします。わあ、嬉しいな。あ、これかな。はい、よろしくお願いします。よろしく。はい、お願いします。どこからですか？横浜からです。なんか海外っぽいですね、エネルギーが。本当ですかね。うん。よろしくお願いします。こちらこそ。はい。私もあの一気に入るときにすごく怖かったんですけど、うん、あと本当に入って出向してみちゃったらなんてことはなかった。全然あの安心感と安堵感のエネルギーで、もうなんかチャレンジするのが本当に、あ、なんか全然怖くなくなっちゃって。え、なそれさ、なんで怖かった、その始める前はさ、なんで怖かった。やっぱりその私もしーちゃんと同じで、20年ぐらい前からバシャールにすごい浸水していて、で、あのいつか私もバシャールとダリル・アンカとか、エイブラハムとエスタみたいな、そのチャネリングができるようになりたいとずっと思ってたんですよ。なのであの望みまくった結果、そういうことができるようになっちゃったんだけど、でも人前で言わないようにしてたんですよね。うん、なんか信用がなくなるとか、仕事がなくなるとか、うん、絶対怪しまれると思ったんで、うん、なるべく言わずに避けて避けて避けていたんですけど、うん、それこそその脚本家としてすごい著名で、なんか社会的地位もあるしーちゃんがまさかハローエブリワンと言い出すとは思ってなかったのですごい、あのなんだろう、こんなこと言っても怖くないんだっていう、その枠の枠っていうか、その恐れはなく消えましたいやもうあれは怖かったもん、私あんなん自分が言うと思わなかった。なんかそういうことを自分がインスタであの投稿すると思った。なんか宇宙人って言うと途端に怪しくなるので、うん、こうではなくて、なんかこう直感でひらめいたとかメッセージを受け取ったっていうのは言えてたんですけど、うん、宇宙人って言ったらもうやばいだろうと思ってたので、本当にやっぱりなんかそういう幻想があるよね。ありますね。あのそれこそ、うん、をかけてたので、なんかそれを言ったら普通の人って思われなくなるっていう思いとか、あの息を受けられて、うん、なんか変化っていうか自分の中で変わられたことって、これこのなんかガチャガチャ言ってる音って何ですか？ハウリングが起こってるのかな？あ、うちは大丈夫かな？大丈夫ですか？はいはい、合宿も参加したんですけど、その時に
自分と他者との差がすごくなくなりましたね、その時は。もうすごい号泣しちゃったんですけど、で、その後感想とかも書いて、しーちゃんにシェアしていただいてすごく嬉しかったんです。なんか嫌われたくないとか怖いとか、なんか誤解されたくないとかっていう、そういう恐れとかも、BSD に参加してからだいぶ薄まりました。自分と他人に分けていった、分離した意識がなくなって、うん、なんかもっとつながりを信じられるようになったし、うんうん、自分のことも信じられるようになったので、だから結構直感チャレンジをできるようになった、うん、そうなんだよね。だから直感チャレンジをさ、みんな、そのなんで直感チャレンジができるのかっていうと、やっぱり軽いからですよね、物事の捉え方が、うん、本当に軽くなります。その BSD 自体の集合意識がすごく軽いと思うんですけど、うん、なんか私、ね、いくつもコミュニティに入ってちょっとなんか情報型っていうか、それもちょっと焦ってたところがあったんですけど、なんか BSD は本当にお値段以上っていうか、なんか受け取るエネルギーのその安心感がすごいというのと、あとちょっと年齢層も若干高めなので、皆さんすごいその今までの積み重ねてきたそのミルクレープの焼き方とか濃さがちょっと他とは違うと思います。年季が入ってる。そうなんですよね、うん、うんうんうん、そうだけど、今迷ってる方にもしちょっと言えるとしたら、なんかアホになろうと頑張らないでいただきたいってすごい思います。なんかアホって言われるのに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、頑張ってアホにならなきゃとか、なんかお尻振らなきゃとか、私もずらかぶってなんか爆買いに行かなきゃとかっていう風に、なんか真面目に難しく思わないってもらえる。そうなんですよ、これ遊びなんでね。そう、違います、違います。本当に所詮遊びでしかないんで、うん、行きたくなかったら行かなくていいし、うんうん、そうそう、そこをすごい誤解されたくないなと思って。あ、そうだね、うん、結構なんかこの年齢高めの昭和の子な人が多いコミュニティは、うんうん、一生懸命頑張るから、それ関係ないよね。もう遊びで楽しくやれないと思ったらやらなくていい、うん、なんかアホに行ってから私入れないとかって、全然そんなこと本当にないですそこに抵抗は本当いらなくて、なんか難しく考えてたことを軽く考えるためにアホになりましょうってしーちゃんが言ってくれてるだけで、そうなん、そう、みんながずらかぶらなきゃとかお尻振らなきゃとか一切ないです。そういう縛りはないです縛りないのと、あと宿題も出してるけど、ハイブランドのとこ行こうって、うん、それをなんで出してるかっていうと、それ遊びでやったときに、そうです、幻想が落ちるからなんですよね。うんうん、なので爆買いしなきゃダメとかっていうのも全然ないので、そこ誤解なさらずにみたいな。そうそう、本当おっしゃる通り、真面目な人ほどそこ誤解して、なんか爆買いにも行けないからダメとかっていう、そのお金のブロックがもしあるとしたら、それも全然いらないと思います、うん、でお金のことで言うと、本当に BSD で私入って、もうさっきもねおっしゃってます、カムリさんも本当にお値段以上のものをすごい受け取りました。他のコミュニティにもいっぱい入ってますけど、BSD が私の中で一番です、マジで。ありがとうございます。本当にこれお世辞抜きで、本当にそうです。なんか入ったけどあれって思ったコミュニティで結構たくさんあるんですけど、逆に言うと BSD ほどなんかリターンがすごかったのってないので、なんかお金を払うって本当にやっぱり今の段階で難しいって方もいらっしゃると思うんですけど、自分へのコミットメントなので、本当になんかこれを払ったらなんか結局それだけ頑張ろうってちゃんと聞くし、学ぼうっていう意欲が、スイッチが入る、やる気スイッチが入るので、
なんかただただ出向してなんか流されるままじゃなくて、なんか私これだけ払った分絶対学んでやるんだっていう気合とか威力とか絶対変わるはずなので、なんかね、無料で受け取るって忘れるんですよ、めちゃめちゃ絶対忘れる。ただでさえ忘れやすいのにさらに忘れるので、お金を払った方が絶対にいいですって私は思う。で、あの別にその何かの回し物ではないんですけど、自分自身もお金をいただいてそういうことを教えたりもするので、やっぱりお金って本当に自分への宣言っていうか、それだけ変わりたいとか、なんか今じゃないところに行ってみたいとか見てみたいとかやれるようになりたいっていう自分への許可証にもなると思うので、あのお金のブロックがあってできませんっていうのは、それ言い続けてると結局ずっとそこから抜けられないと思います、うん、なのでそこもご心配なく。ありがとうございます。ありがとう。なんかみんなもすごいいっぱい一気で得たギフトの大きさよ。 BSFDA ほど買われたとこはなかった、うん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 、こんなに濃いコミュニティはないと思う。いや私もそう思う。みんな濃いもん、なんかキャラだって。本当です。 BS で得たものはめちゃくちゃすごかった、うん、いや本当にそう、もうね本当にそう思います、うん、やっぱりちょっとあの地球の枠の外でやってる講義なんで、それは私も地球の枠の中に入ってる時だとえってびっくりするぐらいの情報が来るんで、外に出れるからすごい、あの、うん、今問題抱えてるとしたら本当に外に出た時にその問題見た時にえってなんかびっくりするんよね、そこの場所で、うん、みたいなことが起きるから、うん、で別にあの軽くならなくても大丈夫、なんか置いてかれるとかなんかついていけないとかっていうことも全然ないので大丈夫です。なんか宇宙船から降ろされるとかもない降ろされるとかもないから、本当そこ安心していただきたいですよね。なんか出航するとかっていうそのワードにももしかして引っかかってる方がいたら、それ全然大丈夫です。本当怖くない怖くないから大丈夫ですよって私は言いたいありがとうございました、はい、もうなんか多分そこまであの言われるってことはそういうことで止まってる人多いんですね、多分ね、うん、って思う、うんうん、待ってください。ありがとうございました。あ、日記も楽しみにしてます。こちらこそです。はい、ありがとうございました。あ、さつきさんの視点もありがたいね。ありがたいですよね。全然こうその角度は私の中にはなかったんで、でも結構そういう人多いんでしょうね、多分ね、うん、なんか幻想の恐怖を感じてる人っていうかね、うん、大丈夫です、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱり思うのはやっぱ深刻に なってる人が多分多いんやろうね。あのここはね、深刻になったらあかんっていう、深刻、いやなってもいいんやで、でも深刻になった途端ミルクレープ作りが始まるんで、あの枠の中に入っちゃうんですよね。枠の中で物事を、地球的な枠の中で物事を捉え始めたら全てが恐怖にしか見えなくなりますよ枠の外に出たらみんなジョークに見えるんで、で枠の外の情報が来るんでね、見え方がね。よかったよね、さつきさんの角度もね、さつきさん角度もいいよね。これ結構いいよね、いろんな角度からちょっと喋ってもらうのね。えみんな結構いいよね。なんかでもミルクレープ作ってる音がすぐにあとクランベスできるようになった、すごい。そしたら決めれるもんね、このままこっちの枠の中でミルクレープを作るか、外に出て、この思い込みは何かって言って新しい現実、自分のやりたい現実を作り始めるか、どっちか選択できるもんね。う
ね。その枠に気づくために入るのもいいですね。枠あります。そうなんよ。みんなね、枠の中に入ってる時って自分がね、枠の中に入ってるってことに気づかないんですよ。そこ、あなた枠入ってますよっていうことに気づかせるためにこっち側の視点があるんですよね。だから今日の朝言ったけど、すごいあのひどい現実を作ったんでキャンセルしたいですっていう、今日の朝の配信で言ったんですけど、人が言った時に、私はもうコンサル、うちの講座受けなくてもいいんで、まずその次元から抜けたところで判断してくださいっていうお便りをしたんですよね。もうこの中でね、この枠の中でごちゃごちゃやり続けてたら人生全く変わらないんですよ。で、じゃあこの枠からどうやって外に出るのかっていうことなんですよね。これもう一人リクエスト来てるから、ちょっとエミクさんっていう人に、そう、配信全部聞かなきゃっていうのもいらないですからね。その時必要なものが入ってくるんでね。もうみんなで枠出てさ、おもろい現実でわーいって、イエイイエイイエイって。だからさ、ミラはさ、今回はさ、エンジョイなんやけど、イエイイエイイエイですよって言ってるわけよ。何それって感じやん。どんな講座ですか？イエイイエイイエイのクラスですみたいな。それさ、説明できんから。全部聞かなくていいです。あのエッセンスだけはちゃんと入りますんで。あ、恵美子さんは参加できないらしい。そしたら美咲さんからっていう人から来たんで、美咲さんどうぞ。え、選ばれたんだけど。よかったじゃん。こんにちは。こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして。あ、よろしくお願いします。どこからですか？あ、今母実家に来てて、実家からちょっとなんか参加してみればって、母がの BSD 一期に入ってる、一期と二期に入ってるんですけど、はい、この間の12月の発表会、誕生祭、全身タイツ着て一緒に参加させてもらって、全身黄色のタイツ着て参加しました。え、お母ちゃんも一緒にタイツ着た？あ、そうですそうです。すごい親子やな。最高やん。めっちゃすごい親子やん。どうですか？お名前何でしたっけ？恵美子さんじゃないや。美咲です。美咲さん？はい。美咲さん、お母さんが1期と2期入ってて、美咲さんも1期入ってくれてたの。美咲さんは入ってなくて、誕生祭に。あ、そう、入ってなくて。うん。あ、声が聞こえなくなっちゃった。もしもし。すいません。聞こえてましたか？うんうん、誘ってもら、入ってなかったんですけど、誘ってもらって、うん、一緒に行きました。この前さ、もしかして御殿場で会った方ですか？あ、いや、あ、その、母がその御殿場で、会ったり、はい、しーちゃんに遭遇したって言ってました。そうだよね、だってタイツムってそんなないもん、なんかいっぱいいっぱいおらんもん。どんな、あ、じゃあ娘さんから見て一期を受けたお母さんの変化を教えてください。はい、いや、めちゃくちゃ変わりましたね。あ、そう、どんな風に変わった？アホになった？いや、もうすごい、なんか撮影、家でもしょっちゅう撮影してて、うん、なんかもうなんだろう、すっごい軽くなったっていうか、アホになったっていうか、なんか物事の捉え方がすごい変わったなってっていう、なんか人に合わせたりとか、なんか、なんだろう、これやらなきゃとかいうのもないし、なんかもう全て自分の軸でなんか楽しんでるような感じがします。あ、そうですか。やっぱご家族から見えてるっていうのはすごい最強ですね、そうやって見えるって、うん、ってことはお嬢さんも一緒にいて楽しくなりましたか？
いや、私はちょっと今ここのこんな600人も見てる中でちょっと言うのも恥ずかしいんですけど、12月ぐらいからちょっとまあ、ちょっと鬱っぽくなってしまって、うん、をまあ休職してる状態なんですけど、うん、なので私はすごい今の深刻さの深い深い闇の中のトンネルをずっと歩いてるような感じで、ずっと休んでても苦しいし、仕事にも行けないし、新しい仕事を探す気にもなれないし、なんか遊んでても楽しくないしっていう、もうその母とはもう完璧両極端なんですけどちょっと待って、その状態でタイツ着て誕生祭に来たの？そうですそうです。いや、ま、ちょっと本当に悪いけど、真面目になんかふりをしてるようにしか見えないよ。あの鬱のふりっていうか。ただ、はい、もう変わる時期やから、はい、休むためにそのことが起きとるから、うん、早く動かなきゃとか、もうそんなんなしにして、お母さんと一緒にタイツ着て踊ってたらいいと思うで。だからなんか自分で自分を追い込む癖みたいなのがすごいあって、うん、だから別になんか会社からももちろんなんか絶対出社してくださいと言われてるわけでもないし、うん、なんか別に家族も、まあ、もちろん母もそうなんですけど、まあ、今結婚してて旦那さんも別に自分の好きなようにしたらいいよって言ってくれてるんですけど、うん、その中でも多分なんかこう頑張ってる自分っていうか、この頑張れでなくて、このまま心療内科通ったりとかしてうつうつとなんか家から出れなかったりする自分がちょっと許せない。なんで許せへんねん。あ、ごめん、声が聞こえなかった。なんで許せない。自分に負けてる感じがする。あ、もう負けてください。負けていいんですかね。うん、今負けて、自分に負けてもいいって許可を出したらどんな感じがする？ああ、何かそしたら別になんかどうでもいいやって、何かちょっと思うやろ。うん、その、負けたくない自分ってほんまの自分じゃないん。あなたの中にモンスターがいるんですよね。あなたの中に勝手に幻想のモンスターがいるんです。そしてそのモンスターと戦い続けている。モンスターには負けましょう、うん、それただの幻想のモンスターやから。でもう負けてもいいって思ってほんまに許可出したらモンスターいなくなって、本当にいるのはあなたを全許容する存在だけなんですよ。それしかいない。どんな時もあなたを応援し、あなたがなんていうの、例えじゃそんなことはないと思うけど、例えば人を殺しをするような犯罪を犯したとしても、あなたのことを大好きで、あなたのことを守ってて応援してる存在しかいいひんのよ、ほんまは。へえ、そうなんですか。うん、そんなもん、外に出えへんで引きこもってるぐらいで、あなたの存在はあなたのこと嫌いにならないし、うん、だからあなたが何をしても大好きやもん。で、あなたの頭の中で幻想のモンスターを作って、それとこれやっとるから疲れて、あ、もう寝ようって。何、もう寝てても頭の中ファイティングずっとしとるから、幻想と。ずっと自分と戦ってる感じがして、リラックスするっていうのがもうなんかわからないぐらい。はい、もう負けましょう。もうおっしゃると、私さ、すごいよ。私さ、すごい変化が起きたんやけどな。どんなんかというとな、旦那にディスられる時があるんよ。はいはい。旦那にな、ディスられる時があるんよ。あなたね、みたいな。あなたはわがままでほんまどうしようもないよねって言われた時に、前やったらさ、いや、そんなことないよって言ってたんよ。
最近は分かって、もうおっしゃる通りです。私はもうわがままでグダグダで、もうどうしようもない人です。妻としても失格者です。本当にごめんなさいって言ってるんやけど、罪悪感はない。だから頭の中で、お前全然なんか働いてないじゃないかとか、寝てばっかりやないかって言われたら、もうおっしゃる通りです、私寝てるだけのぐうたら女ですって言って諦めよう。あー、なんかすごい楽そうそうやってなんかすごいかっこつける癖がすごい強くて、なんかこうちゃんとしてなきゃみたいな、が多分そういう自分にずっと言い続けてるから多分疲れるんだろうなとは思うんですけど、うん、いや、カッコつけるのもさ、いいやん。カッコつけてる私も本当にカッコつけてますって。で、あのな、言っとくけどな、ほんまにカッコつけてる人が自分でこんなたくさんの人が見てるところでよう言わんって、そのこと。確かに確かに、それほんまに幻想やから、カッコつけの自分はあかんっていう幻想のモンスターが言っとるだけなの。だいたい頭の中で嫌な気分になるようなことを言ってきたら全部嘘やから。で、全部嘘やけど、あの、まあ、おっしゃる通りカッコつけです。で、それで何が悪いんですかって言ったらいい。なるほど。めっちゃなんかおもろいよな。でもようタイツで誕生祭に来たよ。でその時もなんかあの一言なんとかみたいなの、何でしたっけ、一言 リーディングじゃなくて、なんか一言リーディング、うん、あの時もすごいタイツ着てるけどすごい悩んでたんですけど、うん、その時になんか私らしく生きるためにはどうすればいいですかって言ったら、もうそれがそのままずだよみたいな感じで言ってもらって、うん、はい、言ってもらいました。新しい出産やって言っとる。出産、うん、あなたの中の新しい自分が生まれる時。だから今止まってるように思えることを全く心配しなくていい。でさ、よう考えたらさ、ずるいよね。だってさ、誰もあなたのその状況を責める人は誰もおらへんやろ。はい。これさ、もしさ、あの 誰かが旦那とかお母さんとかさ、あんたいつまでもうつ病になってんだ、働けとかってさ、言ってたらさ、すげえなと思うけど、みんな優しいんやろ。いや、めちゃくちゃ優しいです。ただなんか自分がなんかどうしたらいいかとか、どうしたいか、なんか仕事がしたいなと思ったり、いやでも仕事に行くことを考えたらなんかちょっと本当に死にたいような気持ちにもなってしまったり、休んでたら休んでたで何したらいいか分かんなくて、このままの自分でいいのかなみたいになったりっていう、なんかすごいもう堂々巡りがずっと続いてて、うん、いろんな人に惑わされて、本当は自分がいいんだろうっていうのが分からない。休めてないよ、体何もしてないけど頭の中ずっと動かし続けとるん。そうそうです、そうです、ずっと戦っててなんか体調が悪くなっちゃったりとかして、うん、だから今はとにかく何にも考えない、何にも決めなくていいから。そのうちあの出てくるから、勝手にどうしたいかが。今休めとらんのよ、ほんまに。休んどるけど頭の中でずっと戦っとるから、うん、全く休めてないですね。でほんまに考え始めるやん、仕事やりたいなって、やっぱりでも行きたくないなとか考え始めたら、あ、考えるのやめようと思って頭こうやって振って、もう頭は考えませんって振って、そして、はい、今何したいって言って自分に聞くわけ。今自分に何したいって言って、その答えは来る？
や、それもなんかそれも結構深く考えちゃって、な、今何したいんだろう、お風呂入りたいかな、ご飯食べたいかな、いやでも先に掃除しておかないとなとか、いやでも体動かした方がいいからスポーツぐらいいやでもこんなに体しんどい状態で家出るのはしんどいなみたいな、そんな感じがずっと続いてます。ミラワが遊びって言っとるよね。あ、遊びをやっとるって。お風呂が沸きました。うちの、あの、あれと一緒や。そうだね。何するのが一番楽しいの？何するのが一番楽しい？美味しいもの食べてる時とか、一番頭が真っ白になるのはもう思いっきり運動して何も考えられないぐらい走るとか、なんかもうそこまでしないと。それでもさ、すごいいい方法よね。私もすごいなんか頭がぐちゃぐちゃで落ち込むとき、運動したらパチってなんかなるもんね。で、それで頭が止まるってことは、一つそれを見つけてるっていうのはすごいいいよね。あとでもね、深呼吸すごい大事。やっぱり簡単な方法で深呼吸をして、はい、でやっぱりね、もうね、解決策は1個しかないよ。ソースにつながるっていうことしかないので、なんでその頭がぐる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 なるかっていうと、ずっと外のことを気にしてるから。すごい気にしてます。仕事はどうやろう、会社の人どう思ってるやろう、旦那さんに苦労かけてないやろうか、お母ちゃんあんなアホになって大丈夫やろうか。いや、それは最高だと思います。あのおすすめはもう外のことを一切手放すこと。そのためにどうすればいいですか？外を気にしない、周りは深呼吸をして自分の感覚とつながること。会社のことを考え始めたら深呼吸してただ呼吸にだけ意識を向ける。で、深呼吸してすると体がちょっとホッとするから、今何したいって思った時にお茶飲みたいとか、でまた、でもな、今風呂入りたいかもって言ったら、どっちでもいいねそんなこと。何をやったってあなたは素晴らしいに変わりはないんで。なんか罪悪感みたいなのがすごいあって、自分の中に、なんか頑張ってない自分に価値を感じられないっていうか。そうだよね。でもほんまはどう思う？本当の本当はどう思う？本当はっていうか、本当の本当はどうなりたい？いや、なんかもうお金とか、なんかそういう人の目とか評価とか、なんかもうそういうの全部どうでもいいから、自分の心が楽で楽しく生きていきたいっていうか、なんかまあ生活したいっていう感じです。もう望みはっきりしとるやん。で、あの、今起こってることはその望みを達成するために起こってるだけのことやね。それがもう現実になるから違いますよの合図で来てるだけね。それじゃあ、そのこういう風になりたいっていう現実イメージがあるやん。で、それになれないと思ってる思い込みは何やと思う？
なんかいろいろ、まあ欲張りすぎてる部分もあるし、自分がこう悩んでばっかりで行動に移せてないから、そこに近づけてないかな。それもちょっと罪悪感使っとる感じがするよね。もう罪悪感は一切いらんわけ。でもそこにあるのは動かない自分はダメやん思っとるやん。ダメダメです。こんなサボってて動かない自分はダメっていう思い込みがあるやん。関係ないよ。動いていようが動いていなかろうが何もしなくては、あなたは本当にすごい大切なこの地球の中のなんていうかな、原子の一つっていうか、で頭が うるさい時にやるのは深呼吸、はい、深呼吸をすると頭が止まるから。それで運動した時になぜ頭が止まるかというと、呼吸をするやん運動すると。だから、頭が止まるよね。で、例えばお母さんがさ、例えばお母さんのこと好き？え、大好きです。お母さんが、じゃあ、うちら尻掛け組やから、な、お母ちゃんと私とか、もう死ぬかもしれんやん。でボケてさ寝たきりになるかもしれんやん。何にもできひんく なったお母ちゃんに対してどう思う？うーん、まあどう思う、まあ仕方ないよなっていうか、別にそれで価値がないとかは思わないし。思わないやろ、うん、あなた自身にもそう思ってください。それが真実や。そこにいてくれるだけでいいやろ。もちろんあなたもそうなんだよ、うん、で自分のことになったらいきなりわからんようになるよね。わ、うん、かんないですね。でも真実はお母ちゃんに対して思ったのがほんまや、うん、であなたがその何もしなくても大丈夫っていうことに、要するに 何かしないといけない自分はダメっていう思い込みを終わらせていくときに、私は何もしなくても大丈夫、私は何もしなくても価値のある人っていうこと、それがその本当のことを自分の中で入ったときに、あなたの中からエネルギーが出てくるから、でやりたいことが始まる。ちょっと深呼吸一つして。もうめちゃくちゃあの弾けるような子供時代だったよね。めちゃくちゃやんちゃでしたなあ。めっちゃやんちゃでした。うん、そう、それを閉じ込めたな、あの人に合わせて。うん、でその子供時代のやんちゃさを取り戻したらもう終わるって言ってる。ああ、子供時代のやんちゃさ、無邪気で誰の目も気にしないでものすごいなんか飛び跳ねてるのが見えるんやけど、すっごいおてんばでした。なんかね、あの組合の喧嘩とかしてました、女の子と。そうで、それをある時からなんかいい子にならなきゃとか、うん、社会の規制の中でいい人にならなきゃを採用し始めたよね。あまりにも爆発的なエネルギーで無邪気だったのに、その、うん、いい人にならなきゃっていけないいけないっていうの枠の中なんよ。で、すっごい枠の外にいるのが本当の人やのに、枠の中に入っちゃったからものすごい息苦しい。息苦しいです、すごい。毎日一人でいても何してても、だからもう戻るしかない、本当の自分に。そうするためには、あのもうなんていうかな、
人にとっていい人であるとか、人の評価とか、だから要するにそのおてんばだった時のことをよく考えてみ、誰の評価も気にしないで、もうなんか野放図にやっとったよな。何にも気にしてなかったですね。それでいいってことで、そこに戻るのは簡単なことやって言ってる。なぜならそれがあなたの魂だから。魂のデザインがそれなんよ。それなのに、あの学校ではこうやってみんながやってるからとか、もうあなたはそんな制服とか多分聞きたくなかったし、時間通りなんか行きたくなかったし、でもいい子にならなきゃって、そこにはなんかお母さんへの愛情とかがあったみたいな感じがする。お母さんに迷惑かけたくないっていう、こんだけ枠外れたらお母さんに迷惑をかけちゃうんじゃないかっていう、ので箱の中に入りましたって言ってる。もういらんから。でそこに戻るの簡単やって言ってるで。どうやってはいらないぐらいあなたの魂がもうそっちの方が本当やから。なんか意識した方がいいこととかありますか？深呼吸、さっき教えてもらったのが、まあ、深呼吸とっていうことと、その時の自分に戻ろうって言って、その時のエネルギーを、キャッチできるはずやねん。今思い出すだけで、のほうずで人のこと何も考えんくって、なんかもうぴょんぴょんなんか飛び跳ねるぐらい無邪気に、もうやりたいことで全開だった時代をイメージする。今なんかイメージっていうよりもな、その時の自分を今思い出しただけで思い出せるやろ、その時の自分に。いや思い出せます。うん、それ今いや言うだけでさ、あのエネルギー変わるよ。でなんでその12月もうね、あそうそうそう、これは12月26日の誕生祭の日にタイツ履いてきたよ。タイツ履いてきました。普通落ち込んでうつ病の人それまずできないし、あの誕生祭の周波数って相当高いよ。アホな集まりやったから、うん、あんな場所におれんのよ。であなたおったやろ、落ち込みながらも。いましただから簡単なことないよ、あなたにとって。そっち側の方があれ着てるときは一番楽しかったですだからもう戻ればいいだけです。でどうやってが来るんよ、できない感じとか。うん、うん、めっちゃ来ますね。それただのストッパーやから、幻想やから、ただあの時に戻ろうみたいな。であの時の自分やったらどう、何を選択するかなって。あの時の自分は人のこと考えとらんから。なんかあの時多分今思い浮かんでるのが、なんかもう幼稚園生とか小学校低学年ぐらいの時に塀から飛び降りて遊んでたりとか、うん、とか鉄棒からもう落ちるぐらい夢中になって遊んでたとか、今その辺のことが思い浮かんでます。そうそうそう。で、うん、そのあの時の自分やったらこのことどうするやろみたいな。どうする会社を行ってないの。あの時の自分やったらどう思う。え、別に多分どうでもいいだろ。そうなんよ、それがあなたの魂なんよ。魂のデザインがそれなんよ。なんかもう疲れたからもういっかみたいな。どうでも、そうやろ、でも生きていけるしみたいな。そうそうそうやろ。バイトでもみたいな、うん、そうで家でタイツで踊ってる母ちゃんおるし、まあおもろいからまあいいかみたいな感じやろ、うん、うんうん、そうだよ。その気楽さといい加減さがあなたないの。なのにいい加減な自分を嫌って、気楽でいい加減で、これディスってるわけじゃないんやで、気楽でいい加減な自分に対して自分がダメ出ししとるん。もうさ、いい加減で気楽なんが自分って認めてよ。そうじゃないとあんなお母ちゃんタイツで踊らんてでだから気楽でいい加減なのがあかんってどっかの時点で言われたな。で深刻で真面目になって一生懸命頑張ろうの箱の中に入って、あまりにも自分じゃないものを演じすぎたから、もう終わりにしましょうよっていう自分の高い意識から戻すために怒ったから、何にも悪いこと起こってへんねん今の鬱とか。
ただ戻りなさいの合図なだけやん。じゃあ別に今なんか仕事どうしようとか、なんか、なんかその今2ヶ月ぐらい今休職期間になってるんですけど、3月と4月と、うん、毎日何するかっていうところから、朝起きるところから考えるんですよね。そういうのも別に、え、いらんやん。朝起きた時に何しようかなって、今日何して遊ぼうかなって考えたらいいやん。いや、あの時のおてんばさんやったらどう思う？え、多分朝起きて眠いなって、今日何して遊ぼうかなぐらいです。そうやろ。でも、ね、まだ寝たかったら寝るし、なんかやりたいことなかったらぼーっとしとくし、うん、でそれやってたらなんか普通にちょっと買い物行こうかなとか、なんかちょっと配信でもしてみるかとか、タイツで踊ろうかとか、いろいろ出てくると思う。あとはなんか一人でいる時間が長いから、なんか孤独を感じます。みんな今の時間働いてるのになみたいな、私何やってんだろうなみたいな、なんかなんだろう、うん、その時にさ、じゃあおてんばさんはどう感じる？え、みんな働いてるけど私休みだ、ラッキーみたいな。そっちやねん。そっか。だって みんな昼間に働かなあかんなんて、それ地球ルールなだけのことやん。私働いとらへんで昼間。だいたい遊んどるで。いやでもなんかちょっとお話できて、すごいなんかすっきりしたっていうか、なんか心が軽くなりました。うん、それは本当の自分を思い出したから。もうズボラでいい加減です私って言って、いやめちゃくちゃいい加減です私、うん、おてんばで、もういい加減でめちゃくちゃおてんばな私、最高って生きてください。いやなんかあの本、臆病な僕が教えてくれたみたいな本も、うん、あの読ませていただいて、なんかこれが聞けるようになったら、なんか人生すごい心が楽で生きられるんだろうなって、もっといろんな本も読んでみたいなと思いました。ぜひぜひ。あのここにさ、みんなさ、なんかコメント書いてるけど、私働いてませんとか、なんかあのそんなん、みんないっぱい自己申告してきてるで。なんかみんなズボラですとか、毎日全身タイツで遊んで過ごしてみてはとか、仕事しないの羨ましいとか言われとるで。だからもしなんかぐるぐる考え始めたら、はい、あの時のおてんばさんの私やったらどう感じるかなって、一つ一つそこに戻ってちょっと感じてみてくれる？わかりました。もう最高やん、遊んで暮らす、いい現実作って。そうですね、うん、めちゃくちゃいいやん。経済的には困ってないので、お金が給食中でも入ってくるので、めっちゃいいやん。もっとなんか誇ってもいいよ、私すごいあのラッキーな現実作ってるって。そっか、ラッキーなのか。なんかすごい、うん、すごいなんか闇の中からちょっとなんか抜けた感じがします。だってここでさ、もう羨ましいって、2ヶ月休むデータもらうわとかさ言われとるで。データ？データもらうっていうのは、そうなりたいからあなたのデータをもらうってことよ。2ヶ月休める現実を作りたいって言ってるわけ、うん、2ヶ月遊べるのいいなって、もうみんなにいいなって言われてるやん。でももう2ヶ月経ったんで、うん、トータル4ヶ月ですね。みんなもう羨ましすぎるやん。でなんかいやちょっと今になって恥ずかしくなってきました。600人以上も見てるって思うと、なんか実際の友達も今なんか入ってるのが見えて。あ、そうなんや。はい。でもあの愛されるよ、そのあなたをもろに出した方が。
はい、おてんばでいい加減で。え、これってアーカイブ残りますか？うん。どうしよう。いやでもなんかすごい人見知りで人と話すのコミュ力ないんですけど、なんかちょっと勇気出してリクエスト送って本当に良かったです。うん、コミュ力ないっていうのはあなたの幻想や。めちゃくちゃコミュ力ある。コミュ力あるやん。私とこんだけちゃんと喋って自分の気持ちが言えて、そう、あのね、思い込みが超多い。コミュ力ないっていうのも嘘です。それ幻想です。あら、そうなんですね。うん、私も同じく4ヶ月目何も困ってないっていう人がおるで。そうなんだ。うん、なんかちょっと同じような境遇の人がいて、人気者可愛らしいとか、勇気あるシェアありがとうとか、もうみんなすごいあなたのファンになってるよ。だってさ、いや正直さ、話聞いて笑ってしまったけどさ、なんかうつ病なんです、でも12月20あの日26日にタイツ着せられて行ってたんですみたいな。え、全身タイツであの周波数がめちゃくちゃ高いアホの祭典にうつ病で来たってなんなんみたいな。でもあの頃は割とまあちょっと元気だったんですけど。あ、そうなんや。その後に病んでいったんや。時間が経つにつれて結構落ちてっちゃった感じなんですけど。で多分ここに来てこれを聞いたってことは、もう最低にって自分の中でももういいやと思ったやろ。いや、なんかそれもあるんですけど、あのさっき母と一緒に配信聞かせてもらってて、うん、でなんかあの当たるような気がするからちょっと試しに送ってみなよっていうあの後押しがあって、うん、いやまあ無理だろうなって、こんな出るの恥ずかしいしなって思ってたら、ちょっと奇跡的に当ててもらう。そうなん、その前になんかあの息受けたからの感想をシェアしてくれるっていう人が、承認ができませんでしたみたいなの来て、あ、その人がね弾かれてたん。そう、なんかあと一人ってなってたんで、もう無理だろうなと思ってたんですけど、うん、よかったね。はい。ありがとうございます。じゃあ、はいはい、またタイツ姿のあなたと会えることを楽しみにしています。はい。いつかお会いしたいです、タイツで。お母ちゃんにもよろしく言っといて。はい。じゃあね。ありがとう。あの、自分のことがどんな自分でも最高だっていうことだけは忘れないで。はい。じゃあね。ありがとうございました。バイバイ。あ、そうだ、さっきね、あの、質問されてたんですけど、オンライン生もコンサルしてもらえるんですかって言われたんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、タイミングがあったらやってみようかなっていうふうには思ってます。でも約束はしないです。もうね、約束できない体になりました、私。なのでもう今この瞬間を生きるということにあの特化して生きてるんで。皆さん楽しんでいただけましたか？あの子ちびまる子ちゃんみたいな子やで、今の子。もっともっと変わるよ。ちびまる子ちゃんやもん、あの人。エネルギーが。ほんまは。これからちびまる子って呼ぶ、あの子のこと。というわけで今日、どうですか？ちょっと長い配信だったんですけど、なんかどんどん人が増えていってるんやけど、おもろいな。あの、BSE アーティスト養成講座は、本日から始まりました。でも限定アカウントではやるなと、まあ、感覚が来て、何のためにこの配信をやったかというと、もう BSD に入らないっていう人は入らないことを決めてください。で、入るっていう人はもうあれこれしのごの言わないで入ってください。
ね、はい、でも入りたいけど入れないと思う人はもう入らないっていうことを覚悟を決めて、どっちだって悪いことってないんやから、幸せにしかなれないから私たちね。で、BS アーティスト養成講座はあなたがあなたの好きな人、好きなこと、好きなものをこの世界に明らかにあらわにして現実として生きる人を育てるっていうか、サポートしや、私もサポートしてやって感じね。っていうのは私がこけたことを支配していくから、それとこの、宇宙の枠の外からのメッセージをもらって伝えることで枠の外に出ていく人がどんどん増えていって、でね、一期が終わった後に感じたのは、一期の時に枠の外に何人もいっぱい出たよね。でも終わった途端枠の中に入ったんよ、結構多くの人数が。なので今回は本当になんていうかな、 BS2 期が終わったとしても枠の外で本当にちょいるために、宇宙船を使わないんですよ。宇宙船をサポートとしているけど、この地球に近い磁場で豪華客船という水の上でやります。それは、この地球上で私たちが 目を覚まして本当に創造主であるということを体感しながら、この枠の中にもう入らないということをする訓練期間ですね。もうまた怪しいことを言ってしまった、公配信というわけで、またカート開いてますけど、ちょっとカートいつ閉めるかわからないです。いきなり閉めますんで、その時に後からエネルギー送ってこられたら嫌だから結構閉めた後にエネルギー送ってくる、エネルギーとか実際にメールしてくる人多いんで、もうそれはちょっとしんどいから、お互いにね、やりたいことをやる人生にするのがこの BSD アーティスト養成講座やから、これをやりたいと思ったら自分にやらせてあげようよ。そしてやらせてあげるってことをまず決めようよ。で、やりたくないっていうか、やらないんやったらもうやらないっていうことを決める。私としてはこれを受けるってことを決めて、ほんまに決めたらさ、お金とかできるんよね。やりたいことって本当にできるような仕組みになってるんよね。それを体感してほしいなとは思います。というわけで、今日も長い時間ありがとうございました。もしかしたら、本講義限定配信の方で始める前に、もしかしたらまたこんな感じでやる可能性もあります。というのはもうね、読めない。今回はこの公開コンサルも今日やるつもりはなかったんですよ。ここまで深いコンサルを今日は一期を受けた人のシェアで終わるつもりだったんだけど、もう流れでこうね、公開コンサルになったから、これ流れですね。いや、めっちゃいいと思うよ。めっちゃ良かったと思います。というわけで、皆さんちょっと全身写真、全身が見たいっていう人のためにちょっと私が踊ってあげましょう踊ってあげましょう。チャララン、チャン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 。はあ、あとなんか一つ大きいことを言っとく必要があるかな。夏至まで本当に大事な時間なんで、丁寧に自分自身を生きましょう。ね、それが大事やから。はあ、楽しかった。いや、ほんまにおもろいよな。ね、BSD2 期の中はね、みんなね、なんか変わるんよね。私も人格変わるからかもしれんけど、もっとなんかね、リラックスしてみんなお茶目になるから、コンサル、このコメント欄がね、受ける話になっていくんよね。もう今日も受けるけどさ、
まあじゃあとりあえず今日はこれにて終わりにします。じゃあね、バイバイ。